スクーター・ブラウンは、アメリカの音楽プロデューサー、タレントマネージャー、起業家、投資家、フィランソロピスト、SB プロジェクトの創業者である。タレントマネージャーとしては、これまでに、ジャスティン・ビーバー、アリアーナ・グランデ、マーティン・ギャリックス、サイ、カーリー・レイ・ゼプセン、ダン・シェイ、ザック、ブラウン・バンド、カニエ・ウェスト、トリー、ケリーなどのマネージャーを務めた。2016年には、 グラミー賞を受賞。また、ブラウンは、ハリウッドのプロデューサーデイビッド・メゼルと共同でコミックフィルムスタジオミトススタジオを創設した。2013年度、雑誌タイムによるタイム100に選ばれた。2018年には、重規制の厳格化を求める、学生主導のデモマーチフォーアワーライブズを共催した。このデモは、USA Today によると、ワシントン DC 市場、 1> 1日ののの抗議活動でで最大のものであったとされているブラウンはユダヤ教保守派の両親、アービンとスーザンのもとにニューヨークで生まれた。アービンの両親はホロコーストからギリギリ逃げ切ることができ、1956年までハンガリーで暮らしていた。その後、ソ連がハンガリー動乱を沈静化するべく介入した直後にアメリカに逃れた。クイーンズで育ったアービンは、 司会になり、その交際者スーザンは強制司会になった。二人は結婚後、コネチカット州、クリニッジに定住する。ブラウンには、リザ、コーネリオ、サム、アダムの四人の兄弟がいる。弟のアダム・ブラウンは、発展途上国での学校建設に重点的に取り組む、事前団体ペンシルズ・オブ・プロミスの創設者である。ブラウンは、コネチカット州、コスコブで育ち、 プリニチ高等学校に通い、そこで生徒会長も務めた。ブラウンはコネチカットのアマチュアスポーツ協会で13歳から18歳までバスケットボールをプレーしていた。17歳の時、両親はモザンビークのバスケットボールジュニアナショナルチームの元選手サム・マハンガとコーネリオジ由バンダを養子にとった。当時はバスケットボールという競技に関心が集まらなかったため、 チームがなく、アーヴィンはオールスタートーナメントに参加するため、この二人をスカウトした。マハンガとジューバンダはファンからヤジを受けていたが、グリニッジ高校のスターとなった。在学中、ナショナルヒストリーデイのビデオドキュメンタリーコンテストに、ハンガリーでの矛盾というホロコーストの前、中、後のハンガリーに住むユダヤ人に関する10分間の作品で応募した。この映像は、 コネチカット州の大会で1位になり、全体では3位に入賞した。ブラウンの家族の一人がこの映像をスティーブン・スピルバーグのオフィスに送り、その後スピルバーグはブラウンのビデオをアメリカが衆国ホロコースト記念博物館に提出した。ブラウンはスピルバーグに認められたことが彼の人生の中で一番感動した瞬間であったと語っている。ブラウンは アトランタのエモリー大学に通い、2年まで大学バスケットボールに励んだ。しかし、デュプリがブラウンに自身のレーベル、ソソデフでマーケティングヘッドになるように依頼すると、ブラウンはそのために学位を取得せずに大学を退学した。ブラウンはエモリー大学で勉強しながらパーティーを企画する職業からキャリアをスタートした。2002年にブラウンはご都市で開催された。 アンガーマネジメントツアーの後のパーティーの企画に抜擢され、このイベントでは、デュダクリストエミネムを客演とした。このように、ヒップホップの世界に入り込んだことで、ブラウンとプロデューサーのジャーメイン・デュプリが繋がることになった。デュプリが、ソソデフのマーケティングの役職に誘ったのは、ブラウンが19歳の時である。20歳の時には、ブラウンは、 ソソデフのマーケティングエグゼクティブディレクターに任命された。この時、ブラウンはまだエモリー大学の2年生だったが、ソソデフで仕事を始め、イベントの企画、管理をしていた。ブラウンが企画した大規模なイベントには、2003NBA、オールスターゲームの各種パーティーや、ブリットニー、スピアーズのオニックスホテルツアーのアフターパーティーが含まれている。 その後ブラウンは、ソソデフを辞め、マーケティングビジネス、ミュージックレーベル、アーティストのマネージメントなどのプライベートベンチャーを開始した。デュダクリスとポンティアックの間の1200万ドルドルキャンペーン契約を仲介し、ブラウンのマーケティングビジネスを開始した。デュダクリスの2マイルズ1ア,アーのミュージックビデオに、ポンティアックを使用し、ポンティアックの CM にデュダクリスの曲を採用した。 ブラウンがジャスティン・ビーバーを知ったのは YouTube でジャスティン・ビーバーが12歳の時にニ意オの歌を披露していたのを視聴したのが最初である。ブラウンはビーバーの母親であるパティ・マレットに連絡し、パティは無条件の使用期間のためにジャスティンをアトランタに連れて行くことに同意した。最終的にブラウンはジャスティン・ビーバーと母親をカナダからアメリカに完全に引っ越すように説得しました。 そして、ブラウンは、オンラインからデビューして、成功を収めているアッシャーとジャスティン・ティンバー・レイクに、ビーバーを売り込み、どちらも、興味を示した。最終的に、アッシャーのメンターである、音楽アントニオ・エル・エリードが、アイランドでフジャム・ミュージックグループ、レイモンド・ブラウン・メディアグループと共同し、ビーバーと契約を結んだ。ブラウンは、ジャスティン・ビーバーのドキュメンタリー、ネー・ネバーを制作し、 MTV は音楽ドキュメンタリーでは国内最高レベルの興行収入を上げたと報告した。この映画は予算が1300万ドルで世界での興行収入は1億ドルを超え史上最大の興行収入を上げた。ブラウンは CBS のスコーピオン TV シリーズのエグゼクティブプロデューサーでもある。スコーピオンはブラウン初のテレビシリーズだったが四シーズン撮影し、 2014年の風切りの際には視聴者2600万人の最高記録を出した。バラエティの報道によれば2018年テレビスタジオ FX が俳優ケビンハートとラッパーアリル・ディッキーを起用した無題コメディをブラウンに注文している。2007年にブラウンは SB プロジェクトを設立した。SB プロジェクトはスクールボーイレコード、SB マネージメント、 シーバパブリッシングなど各種の事業に対応する複合サービスのエンターテインメントマーケティング会社である。同グループにはブラウンとアッシャーの共同ベンチャー RBMG も含まれる。スクールボーイレコードはユニバーサルミュージックグループと音楽配信の契約を交わしている。2013年初頭にアリアーナグランデはスクーターブラウンとのマネージメント契約を結んだ。 2016年にはグランデのレーベルであるリパブリックレコードはグラウンがアリアナグランデのメインマネージャーとなっていることを正式に発表した。SB ベンチャーは2016年から翌年にかけてのパーパスワールドツアーでのジャスティン・ビーバーのカルバンクライン広告契約などツアーのスポンサー、テレビのキャンペーン、ブランディング、音楽ライセンスの契約にも対応している。SB プロジェクトは カニーウエストとスニーカーブランドアディガスの提携についても仲介した。ブラウンの所属会社イサカベンチャーズ内に SB プロジェクトが含まれているが、ウーバー、スポティファイ及びエディトリアリストなどへの投資など、ベンチャービジネスのための資金1200万ドルを集めた。フォーチューンによると、イサカベンチャーズはアメリカの最大音楽マネージメント会社のうち7社に出資している。 またメディアアウトレットは2018年現在5億ドルの運用資金を持つイサカがブラウンとエンターテインメントエグゼクティブ JD ロスが協業するグッドストリーエンターテインメントが脚本なしのライブイベントやドキュメンタリー映画を獲得する支援を行うとしているニューヨークタイムズによると2018年にブラウンはマーベルスタジオの創立者デイビッド・メゼルと共に ミトススタジオからライブアクションやアニメ形式でコミックブック映画シリーズを制作すると伝えた。2012年8月11日、ブラウンはビルボード 40&40 40特別号の表紙にスクーター・ブラウンら新進のパワープレイヤーというタイトルで登場した。ブラウンは2013年のタイムのタイム100にも取り上げられ、2013年4月20日には ガイオセアリー及びトロイ・カーターと共に、再び、ビルボードの表紙を飾った。2016年には、ロサンゼルスで行われた第12回ムセクスポで、毎年シャザムから贈られる、第3回、インターナショナルミュージック・インダストリー・アワーズを受賞した。2017年には、ブラウンは、バラエティマガジンのヒットメーカーの問題、雑誌、サクセスの感謝号の両方で表紙に登場した。 2018年、ブラウンは2017年度のフィランソロピーへの取り組みにより、ミュージックビズ2018ハリー・チェイピンメモリアル、フマニタリアンアワードを受賞した。ブラウンは、ブラウンファミリー基金など様々な事前事業に関わっている。また、ブラウンと契約した多くのアーティストが様々な事前事業に参加している。ブラウンの一番下の弟、アダム・ブラウンが設立した。 ペンシルズ・オブ・プロミスに対する支援が最もよく知られている。アダムはインドの子供に願い事があるか聞いた時に鉛筆が欲しいと答えた経験に感銘を受け、発展途上国に学校を建設するため、ペンシルズ・オブ・プロミスを創設することになった。ブラウンとビーバーはこの組織の支援に努め、この事前活動によりアジア、アフリカ、南米で200校以上の学校を設立した。 ビルボードによると2017年時点でスクーターブラウンとそのクライアントや企業は他の基金に比べメイクアウィッシュの願い事を一番多く実現させたと報告されている。ブラウンはペンシルズ・オブ・プロミス、メイクアウィッシュおよびファック・キャンサーのフィランソロ P 支援に対して2016ビルボードツーリング・アワーズでフマニタリアン・アワードを受賞した。2017年ビルボードは ブラウンが、ワンラブ、マンチェスターや、そのイベント開催後1ヶ月以内に開催された、ハンド・イン・ハンド、A ・ベネフィット・フォー・ハリケーン・リリーフテレビマラソンを企画、制作した時に、音楽業界、第一対応者と名付けた。2018年3月、ジョージ・クルーニー、ブラウンのチームは、ワシントン DC で行われた、マーチ・フォー・アワー・ライブズを企画した。ボックスは、このデモ更新は、 ベトナム戦争以降、ワシントンで最大であったと報告している。2013年、ブラウンは、カナダのヘルスアクティビスト、フィランソロピスト、ファック・キャンサーの創設者である、エール・コーヘンと付き合い始めた。二人は2016年7月6日、ブリティッシュ・コロンビア州のウィスラーで結婚し、2015年2月6日には、第一子ジャガー、ジョセフ・ブラウンが、ロサンゼルスで誕生した。 第2子、リーバイ・マグナス・ブラウンは2016年11月29日に誕生。CNBC によると、後編はこれまでに、ウーバー、リフト、スポティファイ、ドロップボックス、グラブ、キャスパーなどのスタートアップ企業に投資してきたと、されている。ありがとうございます。